こんにちは、マネリアです。はい、すっぴんです。今日は毎日メイクの紹介をしたいと思います。イエーイ。普段の出勤の時のメイクを紹介していきたいと思います。スキンケアが終わってる状態です。なので下地からやっていきたいと思います。美容系 YouTuber のやつやろ。これこちらになります。はい、これジェルスチャートのやつ使ってます。これすごい伸びいいし、なんかすごい保湿力高くてお気に入りです。で、これをこんなもん、これを肌に全体に塗っていきます。こんな感じで、私ファンデーションは塗らないので、コンシーラー塗って粉やって下地は終わりなんですけど、コンシーラーはもうこれリピートしまくってて、これ 2、3 本目ぐらいなんですけど、ザセムのコンシーラーです。あ、こちらになります。こっちの液体の方のやつを塗っていきます。私結構肌がね、この辺赤くなるから、この辺を重点的にやっていきます。あとクマ、これ女の人にしか分かんないけど、最近ちょっと肝斑出てきたんだよね。だるーと思って、肝斑だるーみたいな、この辺にね、すごい肝斑できてるんだよね。これマジ女子にしか分かんないと思うけどさ、本当にさ、化粧盛れない日ってあるよね。今日それす、今日。はい、もう諦めます。コンシーラーで気になるところを隠して、で粉やります。コスメデコルテのフェイスパウダーの80番グローピンク使ってます。ブラシでやります。こういうちょっとこうやって使ってます。で、これを取って、こうやって叩いて、でこれをあとはもう適当にのせていく。一気に大量につけると粉がすごいことになるから、ちょっとずつやっていくのがポイント。ちなみに結構少なめ、薄くでいい。濃くやると結局よれるからね。まあもう毎回使ったらちゃんとティッシュで筆は拭くと。で、2週間に1回はちゃんと筆とパフは洗ってます。ここまではいつものメイクと一緒ですね。で、普段だったらオバジの美容リップを塗ってるんですけど、今日家に忘れたんで、パラドゥの桜ベールリップってやつに、これセブンイレブンに売ってるコスメなんですけど、これめっちゃいいんですよね。これは先に塗っときます。もうちょっと塗るだけでこんぐらい色つくの。これおすすめ。塗るとほんのり血色良くなる感じで、こんな感じでまず下地は終わり。目をやっていきたいと思います。リンメルのショコラスイートアイズ15番、ブラウンホールに全体に塗ります。この一番上の色ね。こっち3番目の濃い色を二重まぶたの幅に塗ります。で、その上からこの色を塗った後に、際にこれをつけるっていう感じでやっていきます。店用のメイクはね、アイシャドウが違うんですよ。なんかもう普段のメイクだったらこれ濃いから、昼間出かける時とかやんないんだけど、店暗いからね、アイシャドウ濃くても全然大丈夫。こんな感じ。目頭あたりでなじませていきます。全体で。とね、これ後でぼかすから、とりあえずこのままでいきます。で、濃い部分のところを目の際に塗ります。で、これはチップでやります。はい、こんな感じでアイシャドウ塗りました。お直し用のがキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーなんだけど、これでこの境目みたいな、ここの眉毛とアイホールの間ちょっとぼかしていきます。濃いなと思ったら大体これやる。アイシャドウこんな感じ、こんな感じ。クレオのラメのシャドウ、これなんですけど、全体に塗るんじゃなくて黒目の上だけラメ塗ります。これは指でね、ちょっとちょんちょんと塗る感じで。黒目の上だけ。次、チェザンヌのパールグローハイライト02番。めっちゃお気に入りで、この眉毛のところ、ここにハイライトを乗せます。で、あと顎。
次、アイラインなんですけど、これ。これで最初、黒目の横っていうか目尻だけ引きます。で、これで薄く最初線引きます。あとで本ちゃんの線を描くとき用のラインでちょっと薄く描くだけ。で、本ちゃんのラインがこれ、これもずっと使ってるメイベリンのハイパーシャープライナー。漆黒ブラック。はい。これを全体に引くんじゃなくて、黒目から下、この目尻にかけて、さっきちょっと薄くライン引いたところを引いていきます。ここにちょっとアートメイク入ってるんですけど、ここの薄くなってるから、これをかけます。で、さっきのアイシャドウの一番濃いここの色。で、ラインをぼかします。こんな感じでアイライン終わりです。上は引いてない。本当に黒目の下からちょっと引いてるだけ。こんな感じ。マツエク今はつけてないんで、ビューラーで上げていきます。で、ライターでここを炙ってホットビューラーみたいにします。まつげを上げて、これで冷ましてる間に眉毛描きます。ケイトのラスティングデザインアイブロウダブルスクエア BR1 番明るい茶色です。ペンシルの方で眉毛描きます。で、ちょっとアートメイクしてたんですけど残ってるからそれに沿ってやります。こんな感じで描いたら、次こっちのケイトのデザイニングアイブロウの EX4 番ライトブラウン系、これはねもうみんな使ってるやつだね。濃い色と薄い色で眉毛を描いていきます。 目尻の方ね。目頭の方はやりません。目と眉毛の距離を近くするために下を埋めていく方法をやっています。そうするとちょっとハーフ顔になるからね。眉マスカラはヘビーローテーションですね。ナチュラルブラウン04番ですね。はい、こんな感じで眉毛ちょっとねこっち失敗した、ほくろの方で、最後こっち側の方は、こっちのパウダーの方で描いていきます。一旦、マスカラやります。デジャビューのファイバーウィックウルトラロング E2。これお湯で落とせるやつですね。黒じゃなくて茶色です。一旦このスクリューブラシでまつげ整えます。アイメイクこんな感じ。もう仕上げです。セラムマルチグローデュオ、似たようなさあるじゃん、こういうデパコスみたいなやつ使ってたんだけど、これ似てるからこれ使ってみたらこれ本当普通に良かったからこれ先にやります。こっちの白い方を目頭と鼻筋に入れます。こんな感じで鼻筋とここにツヤを入れました。ケイトのこのさっきの眉毛目尻描いたところの、今度は真ん中の色と薄い色を混ぜてノーズシャドウを入れていきます。鼻の下も人中短くするために影をつけて入れます。
一直線に引くんじゃなくて、この辺から三角を作るような感じで、あとは先に向かって細くって感じですね。で、全部引くんじゃなくて、ここまでやったら一回ここで止めて、あとはこの辺ですね、鼻の下回り。ここの部分はね、だいぶ濃く入れるから。結構濃く入れてるんですよ。で、これをぼかします。こんな感じで。あとはさっきのこのセザンヌのハイライトで鼻筋やったと思うんですけど、上からこれをちょっと重ねます。めちゃくちゃツヤが出ます。鼻先は指で取って多めにつけます。で、これ全部塗るんじゃなくて、ここから下塗って、鼻先は特に塗って、で、ここもちょっとだけ塗って、で、ここは塗らずに、おでこの方ちょっとだけ塗る感じですね。で、こんな感じになります。私結構ツヤメイクが好きだから、こんな感じになりますね。はい。最後、チーク。コスメデコルテのフェイスカラー。このカラーをつけていきます。付属の筆じゃなくて、私は今、キャンメイクの筆を使ってます。こんな感じで、またぼかす。なんか私の化粧のモットーは、近くで見た時も可愛い、綺麗みたいな感じを目指してるから、結構ぼかしは重要なんだよね。遠目で見て可愛いもそうだけど、やっぱさ、近くに座ることが多いからさ、普段はこんな感じのメイクですね。本当は最後、メイクをキープするためのスプレーみたいなのかけるんですけど、まあそれで完成っていう感じで、よかったら参考にしてみてください。はい。ということで、今回は私の毎日メイクの出勤編の紹介でした。チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしております。メイク紹介したってことは、スキンケアもやりたいなと思ってるんで、まあ、そのうち上げていけたらいいなと思っております。そう、聞いて、ツイッターが凍結したんですよ。もうこの動画が上がってる時に、ツイッターの凍結が解除されてるか、新しく仕方なく、作り直してるかわかんないんですけど、ちょっと原因不明なんですけど、マジで一気に行かれて、私以外にもいろんな人。まあ、とりあえず、TikTok と Instagram はフォローよろしくお願いします。で、Twitter はもし解除されてたら、フォローしていただいて、新しくアカウントが作成されてたら、なおさらフォローよろしくお願いします。はい、ということで、以上、マネリアでした。バイバーイ。